今日はですね、今9月の上旬なので、夏剪定をする時期なんですが、なかなかいろいろ皆さんからご質問で、ハンツル製のバラ、こういうこれラレーヌグラニューですけど、オベリスクに仕立ててあるハンツル製のバラとか、アーチに仕立ててあるようなハンツル製のバラの夏剪定どうしたらいいですかというお話を、よくご質問があるので、ちょっと説明したいと思います。ちなみに、忘れないうちに、夏剪定をしたら、まあそれの前後でいいんですけど、必ず肥料は与えてください。というのは、剪定して、これからまた芽吹いて、光合成して、しっかり栄養を貯めて、秋の花を咲かせる、来年の花を咲かせるための株を充実させるという時に肥料が必ず必要になりますので、夏剪定と一緒に肥料はセットで考えてください。これ後で剪定の後にやります。はい。じゃあ、つるバラの剪定の仕方、よく質問されますが、これ、ラレーヌ・デュラヌイですね、デルバール社の品種です。はい、まず、半つる製のバラの夏剪定、どうしたらいいか。夏剪定の時に必ず言いますが、ある意味、夏剪定は必須ではありません。よくわからなければ何もせずに、花が咲き終わったらいつものように、花の咲いた枝の半分で切るとか、つるにのようにシュートを伸ばしたいんであれば、上の先端の数十センチ切って、太くて元気な枝はさらにまたその上に伸ばしてあげるっていうままを繰り返すだけでも大丈夫。ただし、この時期に一斉に今花が咲いている枝も、つぼみがついている枝も、今一斉にある程度切り戻しておくと、ハンツル製のバラでもラレーヌグラニューは色咲き性が強いので、今夏でも花咲いているように秋にはまたさらにたくさん花を咲かせてくれるので、一斉に剪定をして秋の花色のきれいになる10月の下旬とか中下旬、11月の上旬ぐらいにまた花を咲かせてあげましょうということが夏剪定です。で、ブッシュタイプのバラの場合は株全体の上から3分の1ぐらいまで剪定するって言ってますけど、こういうハンツル製のバラはそんだけ切ってしまったらもったいないので、これからその剪定をやります。で、今例えば分かりやすい枝から、このピョーンと伸びているこの枝、株元の30センチぐらいのところからずっと出てきて枝が伸びて、ここで一旦剪定して、多分ここの辺りで花が咲いてたのでちょっと切り戻して、で、また元気な枝が伸びて花が咲いている。で、これは、ブッシュタイプ、四季咲きのバラの場合は、一つ前の枝に戻るって言ったけど、この枝はここも元気、ここも太くて元気なので、一つ前の枝に戻る必要はなくって、ただ単に今まで通り、まあまあちょっと中くらいの太さの枝のところまで切り戻してあげる。これだけでいいです。こちらの元気な枝、これベーサルシュートですね。下からずっとベーサルシュート伸びて、一旦ここで切ってあって、今度ここで二股に分かれてます。そうですね。二股とかになった時にどっちを残すんですか、はい、とかよく聞かれますね。基本は両方とも太くて元気じゃないですか、これ。特にこっちの方が太くて元気で、より長く伸びてます。でもこっちも細くて、いい花が咲かないかったら、ちゃんといい花咲きそうな、まあまあの枝が出てますんで、両方とも同じ考え方で、先端のちょっと細いところだけ切ってあげる。だからこのぐらいまで切り戻せば、もう鉛筆の太さぐらいはここでありますよね。鉛筆よりちょっと細いかもしれない。このぐらいで十分です。切り戻す。で、こちらの枝も先端だけ切るとちょっと細いので、このあたりまで切ってあげる。と、二股の枝こうなりました。これで十分です。だけど、例えばさらに、この枝は来年の冬、ベーサルシュートなので、今度の冬にくるくるとオベリスクに巻いてあげたい。ので、できるだけあまり細かく枝分かれしているよりも、一本長いのが伸びた方がいいと思ったら、これをここで切ってしまっても大丈夫。ですけど、まあもったいないので、これは2本残しておきます。これが二股じゃなくて、三つ股、四つ股、五つ股とかに細かく分かれている場合は、ちょっと制限して、細い枝分かれは元から切っちゃって、元から出てる1本か2本を長く伸ばしてあげる方がいいかもしれません。太い方を残したり、方向を見て残したりということですね。はい。で、これ今、サイドシュートとベーサルシュート切りましたけど、これとこれか。
切りましたけど、はい、それ以外の枝、例えばこういう株元というかこのオベリスクの真ん中あたりから出てきている今年の春開花した枝の切り戻しでだんだん細くなっている枝も、これは今花の咲いている枝で切り戻すとまだ細いですよね。だからその一つ前ぐらいの枝まで切り戻したい。で切った時にこういう、病気とか暑さで枯れたような葉は、黄色くなってる葉っぱは取っちゃってください。触ってポロンと落ちるようなそうですね。いつも言いますけど無理にむしり取らなくてもそうですね。例えばこれ薬害とかこれ肌にの出た跡かなで傷んでますけど、もう今は病気は止まってる、病気も害虫も止まってるので緑色してる限りはまだ残しておいても大丈夫ですが、ただこの枝全体があまり細くて元気じゃない、ここまでかな、そうこの葉っぱもうほぼ黄色です。あと1枚しか残ってないですよね。これポロンとすぐ取れますよね。こういうの葉っぱはもういらない。葉っぱこれの葉っぱはどうだろう。あ、取れますね。ちょっとだけ踏ん張ったけど、まあ、取っちゃいます。ということで、次々、今の考え方で次々枝を切っていきます。この枝だともう実がなっちゃってますよね、こう。逆光で見えるかな。実がなっています。そうですね。まあ、秋にこの実を色づかせて、ローズヒップとして飾って楽しむってこともできなくもないですけど、せっかくならこれを切って秋に花咲かせてあげた方がいいですよね。このまま実を咲かせる、実をあの実らせてたままにしておくと実は実で鑑賞できるんですけど、この枝からは秋の花咲かなくなっちゃうんで、どっちを取るか、栄養がそっちに行ってしまうということですね。で実をこの実をまたさらに熟させるというか、この実の中に種が入ってるんですけど、その種を充実させるためにはものすごいバラは体力使うので、まあここは切ってしまいます。そうですね、早めに剪定していきましょう、はい、ということですね。ということで次ラレーヌティラヌイ、夏結構咲きますね。咲きますね、よく咲きますね。丈夫で、まあ、薬剤散布の回数がちょっと少ないのと、またちょっと秋口台風とかで雨が多かったのでだいぶ黒星病と暑さにやられてますけど、それでも樹勢が強いので今多少ちょっと葉っぱ傷んでいても、これからまた芽吹いてくる枝葉で秋にはまたモリモリになってくれると思います。今この皆さん株元からこういう感じでベーサルシュートが出てきて早く誘引したいわっていう方も時々ご質問いただくんですが、はい、まだ巻くには早いですね。そうですね、あのこのベーサルシュート、このサイドシュートは、オベリスクに巻きつけたりとか、あとはフェンスとかで横に寝かしたりするのは冬の間にやってください。夏の間、秋のまだ生育期のうちは、ここ今ゆるーくこう針金で倒れないように、根こそぎ倒れて下から折れないようにゆるーく誘引してありますけど、枝が倒れないような誘引だけしてあげて、くるくる巻いたり横に寝かすのは冬です。夏の間は寝かさない、上に向かって伸ばすという方がいいです。なぜかというと、今これ横に寝かすと夏のうちにこう枝分かれしちゃうんですね。寝かした、この枝を寝かせたところからこういう、ね、あの葉っぱの付け根に芽がついていて、この芽が夏のうちに芽吹いちゃうと、来年の春芽吹かせたい芽が、早く出ちゃって、そうで細かく枝分かれして、それでも栄養も分散したりするんですかね。来年咲くんですけど、来年よりあの立派な花をたくさん咲かせたければ、夏のうちはまだ、寝かさない、伸ばしたまま、ね、伸ばして太い枝を伸ばしておいて、その太い枝を冬に横に寝かすという形の方がいいです。一番こうサイドシュートとかベーサルシュートでこう出てきたの、寝かすタイミングは冬といってもう年内がいいとか年明けたら遅いんだよっていうのありますか？基本は、休眠期、要は12月の後半から1月2月ぐらいまでの間に、剪定誘引してあげるといいんですが、ただ例えばこのオベリスクにこの太い枝を巻こうと思うと折れやすいですよね。無理無理曲げたりするから。
で、まだ12月ぐらいの方が、枝に水分が残っていて折れにくいと言われるので、まず冬の剪定をするときはつるバラから手をつけて、つるバラを早めに剪定して誘引まで終わらせて、12月とか1月のまだ完全に寒くなる前に、でそれからブッシュタイプの剪定をした方がいいというのがまあ一般論ですけど、どうしてもつるバラの剪定誘引が作業が遅れてしまって、もう1月2月になっちゃったんだけどどうしましょうって言った場合は、別にその時にやってあげれば大丈夫です。剪定と誘引はセットでした方がいいんですか、その日のうちに。セットでした方が、仕事は早いというか分かりやすいとは思います。ただ別に先に剪定だけしておいて後でまとめて誘引でもいいんですけど、結局誘引しに始めるとまたこの枝切りたくなったりとかするんで、誘引しながらでないとなかなか剪定がどこまでやっていいかが目安がつきにくいんじゃないかなと思います。はい、すっきりしてきましたね。だいぶすっきりしました。でも細かいのが、この株の真ん中あたり、多少こういうブラインドしてる枝とかもあって、こういう枝ですね。でこういう枝は少し剪定して風通しを良くしてあげてもいいんですが、今だいぶ葉っぱ落としちゃったんで、あんまり無理に全部葉っぱ落としてスカスカにするよりは多少葉っぱ残っていた方がいいので、まあ多少細い枝残ってますけどこのぐらいでいいかなと思います。ちょっといいですか、これ。これベーサルシュート、サイドシュートかな、どれですか、これこれです、これです、あ、これこれです、あ、これ、あ、これベーサルシュートですね。今ここにすごい立派なのが出てきてるじゃないですか、まあ、出ちゃってますけどしょうがないですね。これはじゃあもうそのままにしておいて、うん、下手にもぎ取らずにもうこのままにして、冬の剪定の時に立派になってたらまたどこで切るかっていうところ悩みとかですね。冬の剪定の時に細ければもう、まあ、これを元から切っちゃってもいいしということです。はい、本当はまだこの時期にはこういうこのベーサルシュートから横に出る次の枝はまだ出てない方が本当はいいんですけど、まあ別に出たからって言って、この枝が来春花が咲かなくなるわけではないので、あんまり心配すること。はい。まあある程度バラの気分次第ですけど。そうですね。もう自然に出てくるものなので、思った方向に好きなタイミングで出てくれるわけではないので、あまり神経質にならずに、うん、今これ出てきたのも、うん、育って太く草が揃ってきたら冬の剪定の時にどっち残そうかな、右と左に分けて誘引しようかなとか考えながらやればいいということです ね、 ですね。はい、はい、やられぬぐらいにした、はい、すっきりしました。まだオベリスクに巻いたりはしません。このように伸ばしておいたまま冬まで、これずっと夏にもライブ配信でもお届けしてたパブロワですが、枝がこういうふうに分かれてる質問よく来るんですよね。夏剪定どこ切りましょうって。はい。パブロワは、四季咲きのハンツル性シュラブの中でも特に、夏秋でもたくさん花の咲くタイプの品種なので、これベーサルシュートでビューンと元気に伸びて一回ここで切って2つに枝分かれしてここで切って、でまたさらに2つ3つ4つに枝分かれしてという状態です。で要は四季咲きハンツルでも四季咲きが強い品種ほどこういうふうに枝分かれがしやすいです。でこれは、枝分かれした時の剪定の仕方なんですが、この枝見てください。ベーサルシュートから1回分かれて2回分かれて3回目に 1,2,3,4 本に分かれています。でこれは全部それなりに、細いところで切ってしまうと次秋いい花咲かないので、これ鉛筆の太さよりちょっと細いです。5ミリぐらい、直径5ミリぐらいのところまで切り戻して、それぞれの枝を残していいですよっていうことですね。そうです。でこれは病気になったら葉っぱ取りますけど、これで今 1,2,3,4 本残しました。でこのままでもいいんですけど、少し、細めの枝を減らしてあげるというのもこれでもいいです。
まあ、どちらでも大丈夫です。今2本だけに残しましたね、はい、こちらにも分かれてますね。こちらの枝でこれ特にこちらの枝細いし、これもまあまあちょっと細いんで、今花つぼみがついてる枝の一つ前の枝まで戻ります。これでそうするとこれは二股に分かれた後のまた三つ股四つ股になったやつをこのぐらいに減らしました。なんだったら別にもうちょっと切ったってで全然大丈夫です。でこちらもこちら三つ股になってますよね。三つ股になっているのをまあまあ太さのところで切るとこのぐらいになりますけど、この枝がちょっと細いのでちょっと短く切っていきます。そうすると二股とちょっとみたいな、こんな切り方でここから出てきた枝、新しい芽もちゃんと花咲かせますし、ここから出てきた枝も花咲かせてくれると思います。こんな感じで次々、要は細い枝は切り落として、中くらいの枝、あの冬剪定の時の鉛筆の太さぐらいみたいな太い枝で切ろうと思うと枝ちょっと減らしすぎちゃうんで、そこまで切らずに、まあ直径、鉛筆よりちょっと細いぐらいの直径、どうだろう、5、6ミリぐらいの枝であればパブロワだったら十分次の花、いい花咲かせますので、細い枝をちょっと切り戻す。今花が咲いてる枝が細ければ、これ元までいっても細いですよね、細ければその一つ前の枝まで戻る。そんな感じです。だいぶ暑さで葉っぱがこうやられちゃってますね。その暑さはちょっと大変でしたね。大変でした。よくこの花の枝が短いところで花が咲いちゃってっていうのもやっぱり暑さの影響なんでしょうか。暑さもある。これ例えばここからここまでで、これで葉っぱ数回で咲いちゃって、でこれは2つあって、暑いから花枝が短いっていうのと、この1回花が終わって切り戻したところがここ細いんですね。この枝が細いところから細くてちっちゃな枝しか出てこないので、だからこれもここまで切ってあげます。ということで、まあ、ハンツル製のバラの夏剪定の基本は、細すぎる枝は切り落としてあげる。で、まあ、直径5、6ミリ、まあ、パブローみたいに中大輪の花が咲く品種だったら、直径5、6ミリの枝まで切り戻してあげる。すべての枝をそこまで切り戻してあげるということだけで大丈夫。でこの時に、こういう枯れ葉とか病気になった葉っぱっていうのはできるだけ、取っておいた方が、これ黒星病ですけど、これが薬剤散布してて止まってるかもしれないですけど、止まってないかもしれない。ここからまた病気が広がる可能性があるのと、こう何日か雨も続きましたし ね。で薬剤散布をこれで、近いうちに明日晴れたらやってあげた方がいいんですけど、その薬剤散布の効果を高める意味でも、こういらない葉っぱは取っておいた方が、薬剤も隅から隅までかかりやすくなるし、見た目もこの黄色い葉っぱがついたままよりも少しすっきりときれいになるし、こう枯れ葉はできるだけ取っておいてください。要は黄色くなってしまった葉っぱは取っておいてください。あとは大事なのはこういう株元に落ちた、枯れ葉もできるだけきれいに取り除いておいてあげてください。花びらの落ちたのもそうですね。あとこの時に雑草もできるだけきれいに抜いておくといいです。これ宿根草エリゲロンなので全部は切らないけども、あまりちょっと迫ってきてますね。バラの株元あまりにも風通しが悪くなりそうだったら、宿根草もこうやってちょっと制限してあげるというか、切ってあげてバラの株元の風通しは良くしてあげた方がいいです。こんな感じで、はい、すっきりしてきましたね。株元も綺麗にしていただいて、
ちょっとまだ今日朝のうち雨が降ってたので株元ぐちぐちしてますけど、こうやって風通しよくしてあげると株元がちゃんと晴れた日にはしっかり乾いてるっていう状態、特に夜を迎える前には株元が乾いてるっていう状態を作ってあげないと、なかなか薬剤散布してもしても病気が止まりませんので、バラの株元の風通しを良くするということはものすごく大事です。はい、すっきりほうき状になった三つ股がすっきりしました。そっち側がまだ終わってない、はい、ここのパブロは病気になりながらもまだ葉っぱをつけてるんですが、全く夏場に葉っぱ全部落としちゃったっていう時も剪定はしてあげた方がいいでしょうか？剪定はしてあげた方がいいです。葉っぱがない状態で細枝だけ残っているよりは、同じ葉っぱがない状態でも、中くらいの枝まで切り戻した方が、その中くらいの枝から次の芽が出てくるので、その剪定した先端に近いところから次の芽が出てくるので、剪定してなくて細い枝が残ってると、細い枝からまた細い枝が出てきちゃって、秋のバラが綺麗な大きなバラが咲かなくなってしまうので、切っちゃってください。これ随分葉っぱ残しましょうねって言ってたのですが、今ちょっと夏の剪定すると葉っぱが少なくなりましたよね。皆さんそれ心配されると思うんですが、剪定して大丈夫です。理想は当然、薬剤散布を完璧にやって葉っぱがいっぱいついてるのがいいんですけど、葉っぱがいっぱいついてるのがいいんですけど、まあなかなか今年みたいに暑いと大変ですよね。薬剤散布もそうそうできなかったし、はい、ただちょっとどっちかっていうと、まあ我ながら残念な状態の株ですと。それでもちゃんと剪定して肥料を与えてあげれば、秋にはちゃんとこの株は花咲かせてくれると思いますし、秋までにまた新しい枝を伸ばして冬までに、充実した株を作ってくれると思います。はい、あまり絶好調とは言い難い状態ですが、そうですね、はい、じゃあ秋に咲く様子も合わせてお届けしたいと思います。じゃあ、つるバラのラレーヌ・デュラヌイとパブロワの夏剪定お届けしました。土はすべての力、花心。